境界性パーソナリティ障害です。夫が怒りっぽい私に耐えられなくなったそうで離婚しなければならなくなりました。1人暮らしをするために仕事を探しています。人間関係に悩む反面、1人での作業に孤独を感じてしまいますと。境界性パーソナリティ障害の人に向いている職業や仕事内容ってどんなものなのでしょうかということですね。まあ、旦那さんとの関係は、ね、ちょっと残念でしたね。で、まあ、 仕事を探すっていうことですけれども、まあ病気、この病気だからこういう仕事が向いてるっていうことはない。 ですけどまあ、境界性パーソナリティ障害の人であれば、まあ、色恋を扱う仕事は、まあ、しない方がいいかなと思いますね。いわゆる夜の仕事とか、営業マンとかでも、割とオーソドックスな営業とかの方がいいですね。ちょっとそういうスキンシップというかね、なんか、密にやらなきゃいけない営業とかは、人間関係が密になるとか、距離が近い営業とかは避けた方がいいのかなという気はしますね。例えば、何度も得意さんに会うようなタイプの、 あの営業とかね、そういうのは向いてないかなって気はしますけど、まあ、好きになったりしちゃうかもしれないしね、まあ、主治医の先生に相談しながら、まあ、自分の得意なことを仕事にしたりとか、自分の好きなことを仕事に近するのがいいと思います。はい